はい、こんにちは、ビッグボーイです。ブルフェンシュタイン、ゼオールドブラッドを続きやっていきます。さて、前回結構長い時間かけて、ルフェンシュタイン城から、もう、あそこから、レールから落ちたり、洞窟通ったり、入り口表門で敵とドンパチしたりして、村まで、なんとか逃げてきたわけで、体力もだいぶ少ないけど、村の酒場を探して、ケスラーって人に、会いに行くと、多分ケスラーって人が上官か何かかな。ベスリーはやられてしまったし、でここに変なおじさんいて、ゴールドがありそうだけど、ない。ここに入る。Do no sweat and sing in moonshine.暗号かな。Ich bringe sie zu Herrn Kessler. Name は? Annette. あなたは? アメリカ軍のウィリアム・ジェイ・ブラスコビッチだ。みんなそう呼ぶの?父にはビリー・ボーイと呼ばれてた。ビリー・ボーイ?ビリー・ボーイ。ビリー・ボーイ。Seltsamer Name für einen erwachsenen Mann. BJ と呼ぶやつもいる。その方がいいわね。BJ って感じがする。そいつはどうも。姉って。2階がある。ケスラ燻製とかあるな。ミスター BJ。オッケー。レディーファーストだ。アメリカ軍のウィリアム・ジェイ・ブラスコビッチだ。ああ、その声は覚えてる。相棒はどうした?眠りについた。死んだの?あ、上官とかじゃなさそうだな。何事?よく見えない。ちょっと、アネッテが噛まれた。地下室の扉を開けろ。で、なんか弾めっちゃ落ちてる。オッケーオッケー。早く早く。エージェントブラスコビッチ、全部片付けてくれ。オッケー。ブラスコビッチ、場所バレてんな。鍵をかけとけ。いいというまで絶対開けるな。よし、ドンパチだ。アマヒロ。おお、来てる。待って、他の武器。エアル。グレネードないな。よし。ここを盾にしてやっていこう。ボンベンジャス。おい、あれ、ここ、よし、はい、リロード。そんなに来ないな。来ないな、本当に。来てた。よし。外にいるな、たくさん。スコープオン。あいつ硬そう。ショックハンマーだ。おらおらおら。よし。ボンベンシャス。当たってない。入ってきてる。あ、やばい。よし、答え答え。アーマーゲット。お、そして完封。これ相変わらず読みづらいな。あ、AR で
よし。グレネード、またこいつか。あいつはパイプとかナイフ使っても多分テイクダウンできなさそうだしな。こいつがステルスしたいところにいるとかなり厄介なんだよな。この防護服みたいのつけた兵士、片付いた。オッケー、ちょっと死体だらけだけど制圧した。よし、ナチスは全部片付いた。出てきても、え、まだだ。家が、え、やべ、イエーガーが来た。これ強武器で、あ、壊された。ここ上登れんのか。あ、登れねえ。くらえ、優しくて寛容だった。ウェスリー食ってただろうが。おら、そう、これでもくらえ。おら、こっちもリロード。拾って拾って、体力めっちゃあるな。おーらー、硬い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 。リロード。おーらー、あ、テイクダウンのチャンスっぽい。テイクダウン、あ、あれ、テイクダウンできてねえじゃん。何回かテイクダウンする必要あるな。ショットガン弾切れ。あ、来てる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 。犬の餌ってもうお前の犬は死んだぞ。上のあの電気を撃つ、電気を撃つ。こっち避難、体力あった。上の電気っぽいところを撃つ。そして違う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 、ちょっと早く早く、ああ、間に合わない。ホイールがスラスラいかない。リロード、よし。はい、パイプでテイクダウン。こっちの走行取る、体力拾う。でショックハンマーで、で上の電気ところ攻撃、よし。でテイクダウン、ここ取る。まだか、ん、電気が切れたな。ならもう火力攻めだ。危ない危ない危ない。聞かない、やばい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 。くう、あま、あまないか、どっかに弾があった。体力あった、あったあったあった。やばい、アーマーが切れた。隠れて隠れて、どうしようか。おらー、くそ硬い。腹みたいなところを撃とう。いててててちょっとじわじわやっていこう。くそ、なんかなんかないか。なんもねえ。あ、待った、腹撃つ。頭も撃つ。こっちに避難。あ、アーマー見えた今。アーマーゲット。え、やべやべやべ。くう、買って家が。あ、チャンス。テイクダウン。うわ。うわ。くし刺し。え、え、爆弾、逃げる。
家が倒した。ラジカブラスコの地大丈夫だ。仲間のことは気の毒だった。ありがとう。彼の名はウェスリーだ。あの子は彼女を連れて行く。いや、どういう生い立ちだ。タワーマンを着用した家がウルフブルクから国外退去の護送中に救出した。家族は皆死んだ。頼れるのは私だけだ。アネッタだっけ。さっき噛まれたけど大丈夫か。鍾乳洞っぽい洞窟。あ、アネッタいた。写真に手紙。家族の形見か。ソフィーの手紙。処方箋。ルドヴィヒ・ケフ・ケヒラ・ケ・ケスラん。この人ドイツ人なの。チラシ。ドイツ人、ドイツの学生を立ち上がれ。あ、じゃあ反逆者ってケスラーのことか。乗ってくれ、エージェントブラスコビッチ。出発しよう。オッケー、ミッション終了。片身がここにある。あ、さっき拾ったものか。で、どこへ向かうつもりだ。ウルフブルクだ。ヘルがそこにいる。文章のフォルダもな。ウルフブルクに何がある。死だよ、エージェントブラスコビッチ。死だ。パート2、ヘルガ・フォン・シャーブスの邪悪な秘密。あ、これもう一つのミッションだ。イエガーは終了。今日は何日。3月17日、日曜だ。プリムの日ね。ああ。ウルフブルクの父の作業場で友達にこれを作ったの。食べ物をあげるのがユダヤの習わしだけど。飛行船飛んでる。大事なものをあげたくて。それはなんだ。猫よ。彼女が好きなの。彼女にあげるはずだったのに、そこにナチスがやってきて。ここに来るのは久しぶり。この街は秘密だらけだ。それに血生臭い死と破壊の歴史にまみれている。そしてヘルガは腐り切ったこの街の内臓を子供のような好奇心で病的につつき回している。Was ist in der Tasche? Logblätter. 妻はそれと同じようなチラシをベルリンで配っていた。そのせいでナチスの豚どもに処刑されたんだ。Schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskovic kümmert sich um dich, wenn ich weg bin.Ich kann auf mich selbst aufpassen. Chapter 5. Ulfburg. Ulfburg. Agent Blaskovic. OSA の Agent 2を探せ。 Agent 2? お前が来ることを事前に連絡しておいた。ヘルガの居場所を知っているはずだ。最終目標はヘルガ。フォルダナンザのために多くの命が。だが見つけなければさらに犠牲が増える。私とアネッテはここに隠れていいよ。ナチスの豚どもから無線装置を盗んでおいた。これで連絡が取れるはずだ。受け取ってくれ。それからボートを降りて桟橋の下まで押すのを手伝ってくれ。オッケー。てかここトレーラーで見たんだけど、この辺ゾンビのナチ兵が出てくるんじゃないかな。エージェント2の家を探せ。エージェント2の家は市場の先だ。北西の宿屋の裏。
シュミツという古いパン屋の隣だ。前と同じ合言葉を使え。OK。エージェント2って誰だろう。とりあえずこの辺に敵いるのか。いるのか。よし、あそこに一人。わ、めっちゃ開けてるな。わ、おまけに硬いやつまでいる。あいつ、あの硬い防護服のやつは最後に残しとくか、ひとまず。こっち渡れないのか。さあどうしようかな。あそこにもいるのか。ちょっと慎重に行こう。めっちゃいるわけでもない。2人か。こいつやっちゃおうか。よし、落ちた。で、あれ硬いやつでしょ。硬いやつあっち向いてくんないかな。あ、司令官いた。誰もいない。司令官いた。ここ。よし。さあ司令官はもう一人。機銃、あいつやれるか、やれるか、ここ。よし。ここから狙える敵は、あの硬いやつだけか。あそこにも敵いるな。ちょっと遠いな。あ、金あった。よっ。こっち渡りたいな。いけるかな。いけないな。水入っちゃおう。こっちまで泳ごう。この下に入ればバレないかな。はしごあった。あっ、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 あぶねえ。あかん、バカ者。クソ、ゾーン遅れた。よし、あんな目の前に敵がいるなんて聞いてない、この野郎。よし、おお、なんか爆発した。さあこっちかな。多分この町が多分ケヒラ、ケヒラだっけ、拠点なのかな。お、お前が、よし、こういうところをぐるっと回るとアイテムが、弾だけだった。弾がもう一つ。防護服がまたいる。
ちなみにこのドイツ兵が時々吐き捨ててるシャイセって言葉はクソったれって意味だっけな確か。結構そこら中のドイツ兵がシャイセシャイセシャイセ言います。ボンベンシャスを持ってる敵がいるな。なんかウルフェンシュタイン城あたりがなんかイメージから灰色な感じだったけど、この辺はオレンジとちょっと明るい感じの場所。よし。ここにはナチスどもが溢れている。注意するんだ。できるだけ命は奪うな。なんて言った？できるだけナチスの命を奪え。聞こえないぞケスラ、ひどいノイズだ。消えちゃった。殺すなって言われたけど。ウルフブルグ市場の地図。あ、信号来てるな。殺すな言われたってな。あっち全力で殺しかかってくるんだぞ。わ、おまけに硬そうなアーマーのやつもいる。あれやれそう。セーフ？あいつあっち向いてくんないかな。降りるか。あ、誰もいません。よし。こっちも足音すんな。ここ登っちゃおう。登ったはいいけど金があった。どこに行けばいいんだっけ。あ、そこか。あいつがね、あっちを向いたら。よし、ハイブジップライン。とテンパった司令官一人 OK。 じゃあ、あの重装甲のアーマーは無視できた。チャレンジアンロック。ん？あ、スルーできた司令官一人倒しちゃったけど。これ撃てるの？いや、撃つ必要はないね。そっとしておこう。パン屋だ。パン屋あった。名前はシュミッツか。ケスラ、エージェント2の家を見つけた。よかった。フォルダを手に入れたら連絡しろ。綺麗な街だな。エージェント2。建物の横にあるゲートを開けて、大きな岩の下に鍵が置いてある。地下室の窓から入れるわ。オッケー。結構厳重なドア。大きなゲート。あ、これ
から入る。パイプでこじ開けちゃう。お邪魔します。シャツはどうしたの、ハンサムさん。ピッパー、お前がエージェント通貨。今は看護師の因果よ。ピッパー、知り合い。少し休んだら紅茶とビスケットもあるわ。お、ありがたい。ちょっと休もう。ここに送り込まれていたとはな。ええ、もう6ヶ月になる。ロンドン本部でやったパーティー以来か。あれはすごかったわね。不器用なウェスリーが、いろいろ落ちてる。助けようとはしたの。わかってる。ごめんなさい。今は感傷的になってる場合じゃないわね。もちろん、誰か寝てる。あなたの目的は理解してるわ。ん？寝て。あそこのベッドで寝てる男は、ナチスのヘルガン部隊の一人よ。一眠りする前に少しおしゃべりしてもらったの。目的のフォルダ。あ、永遠に眠ってる感じか。ヘルガにあるヘルガの部屋にあるはずよ。調べによれば彼女は相当なワイン通のようだから、ウェイターになりすませばうまく接近できるかもしれないわ。だけど、お願いだからまずは服を着て。あ、そっか、上何も着ねえのか。あそこの箱にシャツが入ってるわ。上半身裸の BJ。 それと銃は置いていって、宿屋の従業員は銃なんて持たないもの、預かっておくわ。忌々しいナチス、それに感情のない悪霊みたいに連中の言い方になる人たち。ハンドガン、 AR、 みんな同罪ね。ショットガン、カンプピト、なんとかボンペンシャス。手伝うよ。もうヒンジが錆びついてる。こっちを手伝って、ブラスコ。トンネルの中を 9.4 メートル泳げば宿屋の裏の井戸に出るわ。硬い。ヘルガのフォルダを手に入れたら戻ってきて。でもお願いだから、井戸の中で溺れたりしないでね。よいしょっと。戻るまでにまた錆びつかないといいが。OK、 エージェント2が知り合いだった。そのヘルガーがなんか酒好きだから、そういう関連のスタッフかなんかになりすませば近づけるよみたいなことを助言されたので、このままヘルガーが近いのかな。じゃあ次回ここ泳でって先に進んでいきたいと思います。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。